皆さんこんにちは。3月22日月曜日の豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。なお再放送はご覧の時間帯に放送しています。では本日の番組内容です。豊島区では新型コロナウイルスのワクチン接種を円滑に推進するため、池袋保健所内に新型コロナウイルスワクチン接種担当課を新設しました。現在国内外で新型コロナウイルス感染症のワクチン開発が進められています。本日は担当部長をゲストにお迎えしまして、今後の新型コロナウイルスワクチン接種などについてお話を伺ってまいります。また本日の番組は同時手話通訳放送でお送りします。では本日の番組内容で、本日の番組ゲストです。豊島区保健福祉部新型コロナウイルスワクチン接種担当部長の柏原武史さんにお越しいただきました。柏原さん、本日はよろしくお願いいたします。さあ、今回コロナ禍に対応した新型コロナウイルスワクチン接種担当課が新設されました。柏原さん、その経緯を教えてください。はい、保健所にはですね、従来から、ワクチン接種の、例えばインフルエンザですとかですね、そういうワクチン接種の担当の課はあったんですけども、今回ご存知の通りですね、国全体でも、16歳以上の方全員が対象になるという、はい、非常に規模の大きい、予防接種で、豊島区だけ考えてもですね、16歳以上の方26万人いるんですね。でその方たち全員が対象になるというですね、非常に大きな予防接種であると同時に、ファイザー社のですね、ワクチンというのはマイナス75度で保管しなきゃいけないとか、移動に揺らしちゃいけないだとか、そういう特殊なですね、ワクチンだったり、でさらにはそれを受けていただくための体制をですね、区内の医療機関ですとか、それから集団接種会場を作ってですね、そこで受けていただくとか、そういう体制作りも必要になってくると。そうするとそういったことの調整ですとか、それから医師会さんとのですね、調整、さらにはさまざまなですね、課題が、かなり山積をしているということになりますので、その接種体制を構築するためにですね、どうしてもその新しい課が必要になったということでですね、我々としては今回ワクチン接種担当課ということでですね、課を創設をいたしまして、区民の皆さんにですね、なるべくその円滑にかつスムーズに早期に、接種を受けていただこうというところでですね、設置をしたというところでございます。いろいろな、調整役体制作りという形なんですね。さあ、先ほどね、ワクチン超低温の冷蔵庫ですとか保管が、難しいとおっしゃっていましたよね。今回の新型コロナウイルスのワクチンはメッセンジャー RNA ワクチンという新しい技術が用いられたものが国内外で初めて承認されました。どういったワクチンなのか、まずはこちらの首相官邸の動画をご覧ください。新型コロナワクチンについて解説します。特にこの動画ではメッセンジャー RNA ワクチンについて説明します。まずワクチンとは何かについて説明します。ワクチンは感染症を引き起こす病原体に対する免疫をつけたり免疫を強めたりします。ワクチンによって個人に免疫がつけば個人の発症や重症化が予防されます。では新型コロナウイルスがどうやって感染するか、そしてメッセンジャー RNA ワクチンがどうやって免疫を作るか、その仕組みを見てみましょう。まず新型コロナウイルスは図のようにその表面にスパイクのような突起のタンパク質がついています。このスパイクタンパク質はウイルスが人の細胞に入るための鍵となります。新型コロナウイルスはスパイクタンパク質を使って人の細胞の受容体に付着し侵入します。それによって新型コロナウイルスは人の細胞の中で増殖し
発熱などのさまざまな症状を引き起こします。スパイクタンパク質が抗体に付着してしまえば、ウイルスが人の細胞に侵入できなくなります。ワクチンはその抗体を作るために打つものなのです。メッセンジャー RNA ワクチンの仕組みについて説明します。スパイクタンパク質に対する抗体を作るためにはウイルス全体は不要です。スパイクタンパク質があれば抗体はできます。メッセンジャー RNA ワクチンはこのスパイクタンパク質の設計図であるメッセンジャー RNA を使って人の体の中でスパイクタンパク質だけを作らせます。スパイクタンパク質が人の体の中で作られれば、スパイクタンパク質に対する免疫ができ、その結果ウイルスが細胞に付着侵入しにくくなります。メッセンジャー RNA ワクチンはこのような新しい技術を使ったワクチンなのです。このようにウイルスそのものを注射するわけではないので、感染症の症状を引き起こすことがありません。また体内には数日から1週間程度残るのみ、人の遺伝子に影響を及ぼすことはありません。最後に変異ウイルスにワクチンが効くかです。スパイクタンパク質は1273個のアミノ酸からできていて、数個程度のアミノ酸の変化であれば大きな影響が出ることは少ないと言われています。これまでのところメッセンジャー RNA ワクチンについては、変異によってワクチンの効果がなくなるなど効果が極端に下がるというものは認められていません。以上、新型コロナワクチン、特にメッセンジャー RNA ワクチンの説明動画を終わります。なるほど、こういった新しい技術が用いられたワクチンでのこう接種体制作りというのが行われているんですね。そうですね、まあ、今見ていただいた通り非常に新しいワクチンなんですね、はい。でまあ、これも報道されてますけども、世界的にはやっぱりですね、まあ、欧米でも、まあ、集団接種会場という、まあ、広いところにですね、はい、いっぱい人集まっていただいて、はい、でそこで一斉に打つというのが、まあ、主流なんですね。でまあ、国の方もですね、当初はそういった集団接種会場というのところでですね、一斉に打っていただくというのを想定してたわけですけども、まあ、非常に新しいワクチンなので、まあ、皆さん不安ですよね。で、まあ、普通ですね、こう自分の体調も合わせてですね、よく知ってるかかりつけのお医者さんのところにインフルエンザワクチンを打つように、まあ、受けられた方がやっぱ安心するじゃないですか。そうですね。で、そういったこともありますので、まあ、豊島区としてはですね、まずその区内のですね、まあ、かかりつけのお医者さんがいる医療機関で受けていただけるような形のですね、個別接種というのを基本に考えて今整備をしているというところでございます。なるほど、そうなんですね。さあ、ではこの豊島区の現状はどうなんでしょうか。はい、まあ、今回の、まあ、第3波も、はい、まあ、かなりもうピーク時に比べればですね、まあ、数字的には非常に安定をしてきて、はい、数字なんですね。で、はい、ただやっぱりその全国的にそうですけども、まあ、拡大の兆しも出てきている。でさらにはですね、まあ、クラスターの発生というのはやっぱりこう散発されるところではありますので、はい、非常に気をつけなきゃいけないところなんですけども、はい、まあ、今回その2月14日にですね、ファイザー社のワクチンが、まあ、国の承認を受けましたので、すで、はい、に2月の17日からですね、まあ、一部の先行した医療機関でですね、接種が開始されています。で、まあ、今後ですね、まあ、もうちょっと大きい、まあ、大学病院ですとか、それから公立病院からですね、順に接種を始めていくわけですけども、はい、まあ、今後ですね、区内のですね、一般の病院ですとかクリニックの、その医療従事者、医療関係者の方たちに、まあ、先行して打っていくという形のですね、はい、まあ、接種が進んでいく予定だと思います。例えばこの全体的なワクチン接種 のスケジュール、どのようになっているのか少しご説明いただけますか。はい、
今現在ですね、区民の方のうちの、65歳以上の方たちというのは6万人ぐらいいらっしゃるんですね、でまずはこの方たちにですね、先行して、クーポン券をお配りをして、打っていただくような形になりますけども、さらにその基礎疾患を有する方ですとか、それから高齢者施設等に、従事されている方、それから一般の方も含めてそれ以後にですね、受けていただく形になりますが、まず我々は4月以降にですね、高齢者の方々、65歳以上の高齢者の方々、で5月以降に、他の方々たち、基礎疾患を有する方ですとか、高齢者施設に勤めていらっしゃる方、それから一般の方に順次クーポン券を送っていくという形でですね、スケジュールは考えているところでございます。今ねお話にもね出ましたけれども、接種の対象者や接種順位ですが、医療従事者など高齢者、高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設などで従事されている方、そしてそれ以外の方というふうになっています。では柏原さん、その中でもね65歳以上とおっしゃってましたが、具体的にこの高齢者と言われている方の対象はどんな感じなんですか？正確に言いますとですね、令和3年度中に65歳になられる方、だから今まだ64なんだけどっていう方もですね、令和3年度中になられる方はもう全部含まれるということになりますので、昭和32年4月1日以前に生まれた方ということがですね、対象の方でございます。で、これ4月以降にですね、クーポン券などをですね、順次発送させていただいて、で、接種当日、予約取って接種していただくんですけども、その接種会場にはですね、送られてきたクーポン券とそれから身分を証明するものということで、一般的には保険証とかですね、それを一緒に持ってきていただいて、実際に受けていただくような形になります。そういった流れで行われるんですね、先ほど、少しお話いただいたんですけれども、豊島区ではこのワクチン接種どんな体制でこう進められるんでしょうか？豊島区はですね、3つの方式を考えてまして、基本になるのがですね、区内の医療機関で受けていただく個別接種、それから2つ目がですね、区内の区民広場という、コミュニティ施設があるわけですけども、全部で26カ所あるんですけども、そのうちの19カ所を使ってですね、巡回して行う巡回接種、でその次がですね、これは常設になりますけども、大きな会場を使った集団接種ということで、3つの方式を考えています。なるほど、3つの方法、それぞれのこの接種のメリット、いいところはどんなことでしょうか？まず個別接種については、先ほどもちょっとお話をさせていただきましたけども、普段から自分がかかっているかかりつけのお医者さん、でそこでですね、ワクチン接種をしていただくというのは、普段からのその方の体調っていうのがよく分かってるわけですよね、持病ですとか体調ということで、で今回非常に新しいワクチンということもございますので、そういったその自分の普段からの体調を知ってる方、知ってるお医者さんにですね、そこで相談をしながら受けていただくと一番安心できるということで、まずその個別接種については、そういったメリットがあって、皆さん安心して打っていっていただけるだろうということで考えてございます。で、次のその組広場ですね、使って行う巡回接種につきましては、これは普段からですね、組広場、随分と親しんでいる方、いらっしゃいますけども、ご利用者かなりいらっしゃいますので、そうした普段から親しみのある施設を使って、なおかつそこで一緒にいろんな催しをされているお友達と一緒にですね、連れ立って受けていただくことで、この新しいそのワクチン接種の、恐怖心といいますかね、それのね、心のハードルをですね、下げていただいて、気楽に受けていただきたいというところでですね、巡回接種というのを設定をしてございます。で、最後にその集団接種でございますけども、これは大きな会場を設定をして、そこに集まってきていただくという、すでに欧米なんかでやってる方式ですけども、これは特に一般の方ですね、普段健康でですね、お医者さんかかんないよっていう方は結構若い方ではいらっしゃると思うんですね。でなおかつその、組広場もあまり使わないよという方もいらっしゃるかもしれません。でそういった方につきましてはですね、この集団接種会場に来ていただいて、例えば土日も含めて設定をしてございますので、そういった中でですね
ね、ご自分のご都合のいい時間にですね、接種が受けられるような形に、まあ、常設にするというところが、まあ、3つの特徴でございます。まあ、それぞれにメリットがあるので自分に合う方法を、ね、こう探していただきたいですね。はい、ちなみにこちらの接種それぞれの予約方法はどんな感じで行われる予定なんでしょうか。はい、個別の接種、まあ、区内の医療機関を使って行う個別接種につき つきましては、はい、これは医療機関に直接予約を取っていただくような形になりますので、はい、まあ、場合によっては通常の季節性のインフルエンザと同じような形になるかもしれません。で、こちらは、まあ、直接お電話をしていただくなり予約を取っていただくようになります。はい、でそれ以外のですね、まあ、巡回接種ですとかそれから集団接種につきましては区の方でですね、まあ、インターネットそれからその新型コロナウイルスのですねコールセンターを設けてございますので、はい、そちらの方でですね予約が取れるような形になってございますので、はい、そちらで予約ご自分のですねご都合のいい曜日にですね予約を取っていただくということになります。はい、さあね、区の新型コロナウイルスワクチンのコールセンターね開設しています。ワクチン全般に関するお問い合わせや接種開始後の接種予約はこちらの豊島区新型コロナウイルスワクチンコールセンター 0120-567-153 0120-567-153 までお電話ください。おかけ間違いには十分ご注意いただければと思います。さあ、とてもね先ほど大きな事業というふうにおっしゃってましたけれども、このワクチン接種に関する今後の課題はいかがでしょうか。まあ、さまざまですね、まあ、報道もされてますけれども、ワクチンが、まあ、いつ来るのかというのが非常に大きな課題だと思いますけれども、はい、そうですね、まあ、そういったことも含めてですね、我々がその区民の方々にですね正確な情報を、まあ、素早くご提供させていただいて、でなるだけですね区民の皆さんにスムーズに予防接種を受けていただくということがですね、まあ、我々の大きな課題です。はい、ちなみにこのワクチン接種の際注意点、注意してほしいことはどんなことがありますか。はい、まあ、今回のですねワクチン接種あくまでもこれは義務じゃございませんので、はい、まあ、いわゆる努力義務というご自分でですね、まあ、同意をしていただいた上でですね納得していただいた上で受けていただくものでございますので、これは決してその人から強制されるものではありませんので、はい、お医者さんなんかとですねご相談をしながら、なおかつご自分でですねご判断をさせていただしていただいて、まあ、接種を決めていただくということになります。で、はい、さらにですね、まあ、妊娠されている方、妊婦の方につきましては、はい、これは努力義務にもなってございませんので、これは先生とかですね、まあ、ご自分の体調と合わせてですね、まあ、考慮していただいて受けるか受けないかを決めていただかなきゃいけないということになります。でさらにはその、まあ、今回その16歳未満のお子さんはですね、はい、まあ、対象になってないんですね。でこれはこの新しいワクチンのですね治験がまだ進んでいないということがございます。で、はい、まあ、欧米を中心にその治験が進められてますけども、まだ承認にはちょっと時間がかかるということになりますので、はい、今後まあどういった形でですね接種を進めていくのかというのは今後の課題になります。で、まあ、さらにその、まあ、このワクチン接種はですね、はい、基本的には住民登録をしているところで、はい、まあ、受けていただくのが基本になっているんですけども、はい、例えば入院されているとか、はい、それから施設に入所されている方とか、さらには例えば一番分かりやすいのは大学でですね、まあ、地元に住民票を置いて、はい、こちらの方にですね、はい、大学に通うためにまあ、実際に、ね、上京されている方いらっしゃいますよね。はい、住民票は地元にあるんだけどという方についても、基本はその住民登録地になるわけですけども、そういった方もですね、はい、いわゆる豊島区に居住地や施設があれば豊島区で受けることもできますので、それについてはですね、まあ、コールセンターその他にですね問い合わせをしていただいて、はい、一定の手続きの下で受けていただくということになります。はい、さあ今回は新型コロナウイルスワクチン接種担当課を新設ということでお送りしてまいりました。では最後に視聴者の区民の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、まあ、日々変わる情報の中でですね、我々もですね正確な情報をなるべく多くですね区民の皆様にお伝えしようと考えてございますので、まあ、今後もですねなるべくスムーズなですね予防接種ワクチン接種進めてまいりたいと思いますので、一つよろしくお願いしたいと思います。以上です。
本日は柏原武史さんにご出演をいただきました。お忙しい中ありがとうございました。では今日はこの辺で失礼いたします。明日の豊島情報スクエアもお楽しみに。さようなら。